君に会う時、現実の僕は独りよがりで、きっと後悔なんて消えないんだろう。抱きしめていたいよ、もっと触れていたいよ。僕には響かないその言葉に力もない。記憶たどり繋いだ手、確かに画面に映る写真は澄んだ瞳で、これじゃまるで君と僕は死んでしまったみたいだ。落ちる雪は君のようで、僕の心にただ積もるから、季節が二人を遠ざけてく、この愛に嘘はない、誰も愛せない。僕は養鶏家。小さい頃両親が死に家は没落、パソコンの修理を請け負って細々となんとか生活を送ってきた。近所の人につけられた愛称はパソコン王。きっと神様はそんな暮らしを気の毒に思い、僕をトラックに引かせ新しい役割を与えたんだ。この国は未来の大実業家を一人失ったね。養鶏家、生前飢えてたのか。死ぬ前の3日間何も食べてなかった。腹が減って当然だ。汚いぞ、品よくしろ。彼は丹木木、陰と陽の均衡を保つ陽明師で、僕はその英霊だ。古文ってとこだね。品よくしろだと？黙って食事するなら丸太を相手に一人で食べてるのと同じじゃないか。おならもゲップもしないだけマスト。次から家族たちを呼ぶ。ねえケイカ、人仲良くしている？一緒に寝ることに慣れた？掛け布団を蹴飛ばしたりしていない？寒ければもっと掛け布団を運ばせるわ。勘弁してくれ。丹木木は固い男だけど、彼にできないことは何もない。頭もいいし家事もこなせる。妖怪退治もできて、ゲームのヒーローみたいだ。完璧すぎて日が見たくなる。あんたの英霊になって長いけど何も教わったことない。訓練とかしなくていいのか？私は飲み込みが早い、教えるのは苦手だ。なんて嫌味なやつなんだ。とにかく僕は強くなりたい。師匠に勝っただろう、十分だ。ダメだ、せめてあの赤毛に勝ちたい。ほう、いいんですか？わかった。ああ、え、今日から陰鉄に弟子入りしろ。なんだって！おい、何の冗談だよ。こいつは陰鉄、陽子だ。丹木家の裏山の主で、強いことは強いが掴みどころがない。なあ丹木木、本気で言ってるのか？陰鉄はかつて英霊だったし、お前はこいつに勝ちたいんだろ。だから適任だ。もし断ると言ったら？私に負けた。お前に断る権利はない。私は戻る。二人でうまくやれ。丹木木、こいつに教えたくない。キイちゃん、本当に置いてくの？陰鉄様はともかく、他の妖怪に狙われる。なんで自分で教えないの？実力も知識もあるし、一番適任でしょ？時間がないんだ。時間がない？あ、
赤毛の野郎、何が基礎練だ。こんな練習させやがって。霊体に筋トレなんて必要ないだろう。絶対嫌がらせだ。止まれ、待ちやがれ。もう逃げられないぞ。やめろ。僕の縄張りで勝手な真似をするな。またお前か。そいつは妖怪だ。妖怪同士のことに首を突っ込むな。女の子をいじめるな。どうやったら女に見えるんだ。とにかくここでは僕がルールだ。陽明師と陰鉄様がいなければボコボコにしてやるところだ。戻るぞ。ああ、はいはい、いつでもどうぞ。気をつけて帰れよ。君はここの妖怪じゃないよね。陽明師の敷地だし帰った方がいい。助けてくれてありがとう。お兄さんは教えてあげよう。僕は陽明師の英霊さ。今の陽明師様は歴代最強って聞いたよ。本当に陽明師様の英霊？おい、バカにしてるのか。そこでよーく見てろよ、僕の実力を。よく決まったな。わあ、英霊さんすごい。今日から子分になるよ。何でも言うことを聞く。僕の凄さが分かっただろ。うん、すごい。そうだ、英霊さん、陽明師様と親しいなら僕にも会わせてくれない？お、タンモク気に。陽明師様に頼みがあるの。でも、うん、ダメなら別にいいんだ。陽明師様は怖い人かもしれないし。大丈夫、気さくな人だし僕に任せておいて。よかった、やっぱり英霊さんは頼りになるね。断る。なんでだよ、あんた話のわかる人だろ。初めて言われたぞ。キーちゃまの意見。ちょっとでいいからさ。キーちゃまって本当はフレンドリーじゃん。フレンドリーだと？妖怪などと私が親しくするわけがない。タンモクキー、あの子に期待させちゃったんだよ。ちゃちゃっと言って会うだけでいいんだ。頼むよ。タンモクキーはいつもこんな調子で誰のことも相手にしない。話しやすい人だと思ってたけど僕だけなのか。あ、英霊さん、陽明師様と会える？今日は天気がいいな。とっても気持ちいい。散歩に出かけよう。僕についてきて。見て、僕のお守り。これを陽明師様に送ったら？ああ、綺麗だね。君の本体だろ。君自身を送るのと同じことだぞ。確かに。じゃあいつになれば会える？うん、実は最近忙しくて。やっぱり会ってくれないんだね。違うよ、会ってくれる。でも本当に忙しいんだ。なんであいつに会いたいの？故郷が襲われたんだ。長老たちと一緒に逃げたんだけど、ここまで来られたのは僕だけでさ。陽明師様は魂の願いを聞いてくれるんだよね。だから助けてほしいんだ。子供なのに苦労してるんだな。この山の環境はどうやら僕に合わない。このままじゃきっと僕も。大丈夫、あいつを説得して
絶対に会わせてあげる。ありがとう、エレイさん。数日おとなしく待ってて、騒ぎを起こすなよ。うん。タンモクキ、あの子に会うんだ。うるさい、忙しい。お札の方が精霊より大事なのか、うん、故郷が襲われ、あんたの助けが必要なんだ。まさか、友達になったのか。ケイカ、妖怪を信じるな。惑わされるぞ。キー様、リン様が庭でお待ちです。ああ。タンモクキ、もう一度聞く、行くのか行かないのか。その子は妖怪だ。何度も同じことを言わせるな。師匠。ああ、キー、座れ。これをどこで知った？霊魂を縛れる伝説の捆縛宿命人、あることに必要なのです。キー、これが禁忌の術と知ってのことか？はい、ですがとても重要なのです。彼の存在に関わります。何が願いを聞くだ、偽善者め。ようこそ。まだこの山にいたのか。おとなしく帰ればよかったのに。痛い目に遭いたいのか。インテツ様に差し出そう。ああ。あれ、石ころは。おい、石ころ。石ころ。変だぞ、どこ行った。私の言葉がわからないのか。山から失せ、陽明師に近づくな。一歩でもこの山に入れば命はないぞ。絶対陽明師様に会うんだ。みんなが僕を待ってる。インテツ様、あの揺れがまた来ました。やめろ、その子は僕の仲間だ。よう、私の弟子じゃないか。訓練もしないで仲間とつるんで師匠に逆らおうってのか。エレイさん、その子を傷つけたら僕が。なんだ。そう虚勢を張るな。お前の主に代わり雑念を払ってやってる。私に感謝するべきだろう。その子を離せ。まあいいだろう、可愛い弟子からの頼みだ。聞き入れてやるとしよう。何する気だ。話してやるよ。やめろ。いつから。お前、これで満足か。赤毛め、ふざけるな。あいつのために師匠を殺す気か。上等だ、懲らしめてやる。インテツ様たちが戦ってる、逃げるぞ。お前の自業自得だ。まだこれほど差があったか。弟子の分際で師匠に勝てるわけがない。私の英霊によくも手を挙げたな。暗黙キー、なんてことしてくれるんだ。言ったろ、私の英霊を傷つけろ。耳にタコができるほど聞いたぞ。懲りないやつめ。せっかくだ、見せてもらおう、最強霊力者の実力を。暗黙キー、すごい、丸腰で対等に戦ってる。
そうだ、石ころ。石ころ、しっかりしろ。エレさん。石ころ。助けてくれてありがとう。今すぐ、端木に会わせてやる。あの光は陽明師様だよね。うん、君に会いに来たんだ。もうすぐあいつに会えるぞ。やっぱり優しい人なんだね。あいつが救ってくれる。僕はもうすぐ死ぬんだ。石から生まれた妖怪は故郷を離れると死ぬんだ。僕たちは陽明師様の力で人の姿になれる。毎年祭祀の時期、司祭様が放つ光が遠くから降り注ぐから、その光を浴び洗礼を受ける。もしかすると故郷はもうなくなって仲間も死んでるかもしれない。でも思い切ってここへ来たのは、この世を去る前に司祭様にお礼を言いたかったんだ。故郷は人間に壊された。だけど司祭様も人間だ。この世には司祭様のような人もいるなら安心して死ねる。だけど会えないのは残念だな。会えるよ、そこにいる。すぐに会えるよ。やっと会わせることができた。石ころ。石ころ。例の友達か。あんたに力をもらったからお礼を言うため遠くからわざわざ来たってのに、なんで会ってやらないのさ。ケイカ、話したくない。端木ケイ、奴を守った結果がこれだ。余計なお世話だ。この山ごと潰すぞ。インテツ様、なぜキイちゃんとやり合うの？かなわないのに。ちょっとした暇つぶしってとこだ。さすがあんたの息子だな、銀。私も銀様が恋しい。ケイカ、これは？あの子だ。身につけていればいつの日かまた人の姿になれるかもしれない。本当に？その子に邪心がないとは言い切れないから会わなかった。そんな経験を何度もしてきた。石ころを見てたら、あること姿が重なったんだ。当時通学路に工事現場があって、いつも男の子が一人で砂遊びをしてた。お前って変だよな。あいつんちはおかしいぞ。やめろ、いじめるな。この子は僕が守る。でもお互いに名前を知る前に僕たちは別れてしまった。だから少しでも石ころの力になってあげたかったんだ。それはいつのことだ？小学生の頃だから10年以上前かな。母さん、友達ができたよ。本当に？よかったわね。うん、その子も霊が見えるって。どうした？いや、わかるか、バクとコネクトが。バ
パクトコネクト。命令と陽明師の魂とパワーの共有だ。どんがきおい、またキスする気か。パクトなんちゃらをするなら他の方法にしてくれよ。ああ、だが魂の共有は簡単ではない。驚くなよ。ここは私の魂の海だ。どんの茎。人間の霊は人生で最も輝いていた時の姿になって現れる。僕の知らない丹の茎だ。お、下は何。見るな。お前は見なくていい。私と誓いを。ケイカ、聞きたいことがたくさんあったけど口に出せなかった。知りすぎたら僕たちの関係が変わってしまう気がしたから。警備は厳重で、裏山には陽子がいる。どう侵入すればいい。新入りのエレを利用しよう。あいつは弱い。バカ言うな。奴が来て誰一人手出しできなくなったんだぞ。だから家元に直接手を下せばいい。だがどうやって引き離す。英霊と引き離せば倒す方法はいくらでもある。あれを利用してやるのだ。人の姿になれるかもしれない。いつになればまた会えるんだ。今日が最初で最後だ。体の回復が早くても命は粗末にするな。どこかに隠れている。全て想像に過ぎないんだ。